皆さんこんにちは。こんにちは。北地の国不思議探検隊隊長のタックと隊長の宮子です。北地の国探検隊なんですが、今日も福島県いわき市平にある小杉蔵っていうものかな、式内社に来ております。暑いのでこんな感じでなんかいわきはね、でも海が近いからね、風あるね、涼しい感じがします、はい、それではここは行ってみます。はい、これが拝殿です。拝殿はですね、ほとんど真南向きにね建て替えられているのではないかと思いますが、こっちの手水車も水が出ておりません。出てるよ。いや、出てた、これ溢れてるの。溢れてる。あ、本当だ。あ、少し出てんだ。あ、向こうからチラチラ出てますね。はい、はい、冷たいでしょうか。ぬるいです。はい、とりあえず冷たい、冷たくはないです。しょうがない。こんな字を書きます。子供の子に月に蔵です。輪が3つ並んでおりますがね。3つ並んでおりますが、お、小、ゴミ、草壁、盗作という人が書いております。そうですね、書いた人の名前ですね。神門は左三つの方へ、はい、立派、でかくて立派なんだけどね、こんな感じでね、立派なんですよ。あ、あそこに書いてある小杉蔵稲荷って書いてありますから、あ、やっぱり稲荷だ。宇賀の御霊ですね、基本、はい、で、我々はいろいろ回ってるのでですね、さ、杉は誰なのかということは、この花、咲夜姫だ。なんで、この花、咲夜姫が好きになるかというと咲くなんですよね。この花、咲く焼き目で地面を咲くるという、咲くるんですね。咲くり節じゃないよね。咲くるんですね。これは桃島雄一郎さんはですね、咲願期の咲くだと言っておりましたが、まあ結局はそれは岩を砕き、まあ、岩を砕き、鉱物を取る咲願期のことだって言ってましたね。うん、でもそもそもね、ね、だから製鉄の女神とかね。そうだね。で、実はあの宇賀の御霊、豊岡がですね、トンチンカントンチンカンと、はい、刀を売ってたと言ってるんですよね、はい、だからね、だからそこでこの花咲夜姫は実は宇賀の御霊だと気がつかないといけないですね、皆さん。でも、トンチンカントンチンカンの場合は、その時の子で、あの、この花咲夜姫は、あの、白木神社のお姫様だから、白木のお姫になったということなんですよ。そうだね。そうなんですね。だから、桜の花とはね、ちょっと違う。そこで、はい、その、後の白木系統が、この花咲夜姫系統、この花咲夜姫を、まあ、宇賀の御霊を乗っ取って、この花咲夜姫にしてしまったという推測が、本殿みたいな、こっちから行けなかったですね。そっちから行けなかったかと思うんですね。だから確かにね、桃島系図っていうのはすごく、貴重な系図ではあるんですけど、こっちからも見えないね。本殿、本殿に直ったさ、本殿立派なんだけど見えないんだね。
知れない。なんかなんかね、いろいろ増築されてるのよ、本殿の。本殿見たいんですけど、立派なのがあるんですけど見えないんですよ。なんか、まあ神社自体は、お宮自体はでっかくてさ、うん、立派なんだけど、うん、だからね、桃島経図をお持ちの皆様、実は豊受けは、この花咲く姫だということにですね、はい、気がついてくださいね。まあ、そんなこと言ってるのは、あの九州の桃島経図から遠く離れた茨城県は日立の国の我々しか言ってないので、何を言ってんだよあんたたちと、桃島経図を歪曲するなという方もおられるでしょうが、はい、あんたらね、茨城来てみなって、茨城の神社見てみなって言いたいわけですよ、うん。なんかたくさんこういろいろ立ってんだけど、いや本殿の場合に増築がすごいんだよ。本殿見たいんだけどね、本殿見えないね。はい、見えない。ねえ、本殿どうしても行けません。うん、まあ、大したことないね。え？だって見せないってことはそうじゃん。あんなに周りに増築したわ。で、まあ、じゃあ神社見よう、こちらにあるお宮が八坂神社。はい、八坂神社といえば土佐能ですね。土佐能といえば豊受けのお父さんだね。そうだね、なっております。我々はだからこっちにもあるよ。え、こっちこれ八坂神社、こっちにもあるけど、え、こっち何かあるの。そうです、もう本当だ。じゃあとりあえず八坂神社行きます。で、八坂がですね、実は八幡の八だと、はい、我々はもうピンときてるからね。八幡の本当の大臣はですね、王神天皇ではなくてですね、スサノオだ。スサノオなんですね、うん。で、これ獅子が体験が出てきてね、あの桃島さんは言ってるのね。言ってる、言ってるんですよ。桃島先生は獅子が体験のことを言ってるんですよ、スサノオの話と絡めてね。そうよ、それをね、あのね、それをこう関連して考えられないのね、うん、九州の人はだから聞くのに私たちに、だけど、うん、言ってもね、理解したくないのね、うん、あ、これ作った人の名前書いてあるね。そうね、これはどうでもいいですね。まあまあね、まあね、こちら本殿あるんでしょうか。あるよ、本殿あった。ありました。一応本殿ちゃんとあります。お、あそこに何かの彫刻が書いてる。何彫刻、何あれ。何だろうね、何かの彫刻なんだけど、よく見えません、暗くて。最近目もね、小6じゃないもんだからね、見えないんですよ。で、またこの iPhone がね、あの、ズームがね、前みたいに 0.5 から10倍までスムーズに動けなくなっちゃったから、なったもんだからね、はい、一度止めて、止めてね、倍率を変えなくちゃいけないというね、なんか不便になっちゃったんですよ、うん。あ、こちらも小さい、どうだ、ちっちゃいお宮だ。お宮がありますが、こちらは何でしょう。わかんないね、何にも書いてないね。書いてない。ああ、小さいけど立派に作ってあるんだよ、この彫り物がね。お見合いさんかな、竜だね、うん。まあ、本殿自体が、本殿というかさ、うん、大本自体がお稲荷さんだからさ、ね、小さいお稲荷さんは、まあ、近所の人が祀るっていうこともあるんで、うん、ここは天満宮です。これは菅原の道山にこうですね。おー、立派だね、ここの彫り物もね。ほんと、うん、波だね。波になんか、波に龍じゃなくて、なんだろう、小さい鳥なんだっけ。あ、仙人がいる。あ、そっか、仙人乗ってる、信仰仙人なんだ。あ、そう、これ鯉だよ、鯉。
こいつね、これに乗ってんだわ。カノープス星人だわ。うん、カノープス、ね、ちゃんとヒレまでね、ヒレがすげえ立派に。ほんと。ね。波に千鳥だね、多分。波千鳥。うん、ここはね。鳥どこ？真ん中。うん？千鳥じゃない？どれ？あ、これか。うん。うん、これ波ね。波千鳥。あ、くちばし長いね。あんな鳥いたね。後ろにこうピーンピーンってこう頭の後ろに。涼しい、ここ最高。え、こっちも本殿あるんでしょうか。あるね。小さいけど。おお。なんかあれあれ。何？ほら。梅鉢。梅鉢。だって。菅原道真だ。菅原道真とも梅鉢あるじゃん。いや、これはね、梅鉢じゃないよ、菅原道真。ただのね、梅鉢の場合は、うん、この花咲き屋さんの娘の。いよだよ。いよだけど、もっと違う名前で。苔むす。苔むすだよ。苔むすだよ。苔むす。これ。これ、そうだよね。うん。これ梅鉢だよね。うん。で、苔むすだよ。菅原道真は苔むす。あ、そういう人だよね、いよだから。ぴったりだ。そうなんだよ。苔むすだよ、波だよ。波に苔むすだよ。そうだよ。ああ、ここはなんか意味があったことね、茶色だからね。いやー、だって小杉蔵だもん。もう、その名前でさ、杉と蔵が入ってればさ、この花咲姫と豊桶が同一人物だよっていうのが分かる神社ですね。苔むす久しぶりに見たよ、この梅だ。ね、あそこの河原の神社だな。青雲白方神社もうそうだったんだよね、うん、忘れちゃった。忘れちゃった。そうなんだ。俺自分の動画結構復習してるもんだからね。やっぱりここ河原のと関係あるのか。ああ、涼しい。涼しいね。いやでもあそこの本殿みたいな。無理だと思う。だって入れないもん、あそこ。いや意外とここはね、重要なやっぱり場所だね、いわきっていうのはね、うん、なんでかっていうと、平野正和さんでしょ。そうです。平っていうのはね、平氏が入ったので平っていう名前なんですけど、うん、平氏が入ったってことになってるけど、うん、平っていうのは平野正和の平です。そうなんです。坂、それでほら坂、あ、坂ってどっかでこの字なかったことない。え、坂、坂、坂、いやー、向こう見えますかね、あれ立派な本殿なんで、あれ意味はないけど。まあ今日はですね、ハスラー改めキャスト アクティバで。いやハスラーに比べると快適だわ。もうあのハスラー外れだったのかな。何？やさかだ。やさかが何？やさかだから。はいはい。やさか。坂がつくでしょ？はい。坂っていうのは平の平氏のほら、平坂ね。そう、平ね、平坂。そう、だからさ、平の平と坂がつくでしょ、うん、だからここは平の正和と関係してるのよ。坂が平田っていうのはね、うん、よもつ平坂という言葉があるんですけど、うん、滋賀県にですね、平山地っていうのがありましてですね、あそこもね、うん、崖なんですけどピラなんですね。それはアイヌ語でピラのことは、アイヌ語でピラは坂のことだ、崖のことだというので、うん、で大体あの大津に行くと、あの坂下なんだよね、坂下地区なんだよね、うん、そうで坂がピラということに気がつかないとね、うん、なかなかですね、いろいろこう推測がね、名前をね、あのつながっていかないんですね、感じで言い換えてるからね、うん、そうそう、だからここはね、ここは野兵だよ、野兵。だからさ、八亀とか八のほら、何、ああ、そっかそっか、ああ、それはいいね、八亀。はい、どうぞ。ここはだからね、演説、八坂の坂は八平で、うん、亀っていう字が平って読むでしょ、うん、あと、なのはい、で平っていうのが、はい、
の女神のこと言うのよね、はい、その女神誰だっけ、カメラっていう女神は、おーっとあの人だから仮面がつく女神、うん、仮面イコールこの女神っていうのがあったんだけど、あー秋亀さんとかほら三平さんとかさ、うん、それと同じで仮面がつく女神っていうのさ、あの亀だからやっぱりさ、ヤマタノオロチがさ八つの亀をこう中の酒を飲んで串灘姫になっちゃうわけだね。そうです、串灘姫ですね、串灘姫の娘の、うん、あれ、剣片玉じゃなくて、ほら、あ、鴨玉じゃん。そうだね、鴨玉だよ、鴨玉より姫、あの、剣から花、うん、剣から花が確かの亀と一緒だった。そうです、そうですか。そうすると、やっぱり、鴨玉だと、比叡山につながって、うん、比叡山にある、あそこの、何神社だっけ、綺麗な神社、松の木にあった唐崎神社、唐崎神社に行って、そこの名物がみたらし団子で、実は唐崎から、下鴨に移ると、はい、でいうことなんですね。鴨玉だから、うん、であっちのさ、苔むしでしょ、うん、で鴨玉っていうのは豊玉姫の娘で、うん、あっちはこの浜二つ姫の娘だけど、うん、結局は鴨玉の旦那、うん、で大好き、雨の日和し、雨の日和しなんだよ。そうなんだよ、日和しが祀られてんのよ、雨の日和しの、あの妹だから。そうなの、妹なんだよ、そんなには。コケムスは、ね、コケムスは雨の日和しの妹です。コケムスイコール伊予は雨の日和しの妹になるわけです。でここには義理のお姉さん、ここは義理のお姉さんね。で、あの伊予のコケムスの旦那は、実は伊予の旦那が武見中田なので、そうですね、で武見中田とここの鴨玉が、はい、兄弟なんですね。そうです、そうです、これは八坂だから、うん、やっぱり八坂といえばスサノオなんですね。八坂といえばスサノオなんですね。そうです、スサノオといえば、うん、実はスーサっていうお姫様なんですね。その人の旦那がスサノオ、スサノオ王なんですね。スーザンですから、太陽ですから。そうです、だから旦那の方の名前はスサノオ、奥さんはクシナダ姫、クシナダ姫っていうファミリーがここにいるんだよ。そうなんだよ、それを祀ってるってことは、うん、アルメニア系の人なんだよ、ここにいるのは、うん、トルコアルメニア系の人、うん、だ古い、うん、あの本当の天の、うん、あのなんだっけ、神様って言われる天中の天の一族、うん、勝手に言ってんだよ、その古事記の方は。そう、天の一族なんだよ。だから当然兵士になるわけだよね。そうそうそう、兵士っていうふうになっちゃう、なっちゃう。それはあのヤギリトメを読んでください、皆さん。ヤギリトメをの読んでください。ここがまさに平っていう地区なんです。そう、ここ平です。そうなんです。だからここには残ってる、茨城にはもう残ってない、その八坂神社関係の鴨玉と苔むしと、この花咲姫と須賀能と、あと隠れる雨の日和し、だからその三柱祀ってるんですよね。そうね、あの三柱ね。多分須賀能と雨の日和しと、うん、と苔むしじゃない。ああ。これなんだっけ、アルメニア系だわ。あ、なんか書いてないかな、あそこない。なんか、由緒も何も書いてないからさ、うん、少し由緒でもこう読みたかったんだけど、なんかネットして。こちらのね、うん、あの、愛媛系なんだよ、愛媛。ああ。で、春の方は、春の方の方が結局かも、あの、豊玉姫とかだから、あっちの方が。ああ。本当に不可能性だと思うよ。まあ、関係はないけど、どう読めるか。そういえば、あの福島の神社って、小尾峰神社っていうのもあってさ、子、はい、がついたよね、頭にね。うん。子供だからね、誰だって。うん。これ、スキクラの子供だっていうことだから、やっぱり、この花咲く姫の子供だっていうことだよ。やっぱ苔むしと、鴨玉系と、あと雨の日和し、うん、一番。そうだよね。そう。よく親がいるのよね、この桜で。だから、この近くには鹿島神社があるから。あ、それは、あの、親だから。そうだね、父親の方だね。うん、父親の方、うん。で、母親の方は、この花咲姫。この花咲姫、うん。はい。です。
ぴったり合ってるぴったり合ってるだね、うん、いわきはねやっぱり茨城だってあんま荒らされてないね。まあ三國さんと関係なかったからね、荒らされてないね。だいたい三國さんが歴史をね改ざんしちゃってるからね。ほんとあのおじいさんはもう何が天下の副将軍だよ。ただ天下の副将軍だからね改ざんできたんだろうけど、まあということでね、あと言い訳で面白いのは、あとは動画で出してるんだけど出してないところで面白いのがね、住吉神社ってのがあるので、どこに行ってきます。住吉神社行きますこれから。はい、はい、それではまた、ではまたお会いしましょう。さよなら、チャンネル登録よろしくね。